エルザレとゲームチャンネルへようこそ。今回はトライストリンガーコラボがついに来た、メサブ予想とギア考察となります。新しいシーズンの情報がやっときましたね。新武器も2種類、モップリンとイグザミナーも紹介されました。その他にも帽子の切り替えにシャツの丈変更など追加されたので、おしゃれ好きにはたまらないアップデートになりそうですね。でもこのチャンネルを見ている人からすると、一番の楽しみはトライストリンガーコラボの情報なのかと思います。そこで今回は8月18日時点での情報をもとに、スペサブやギアの考察を次の順で紹介していきたいと思います。動画を見てチャンネルを応援してくれる方は、チャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず何と言ってもですが、トライストリンガーコラボのスペサブが気になりますよね。インクゲージからどういったものになるのか考察しがいがあります。まずサブに関して話をしていくと、スプリンクラーの可能性が高いと予想しています。というのも、シーズン紹介の動画で一瞬だけスプリンクラーが表示される場面っていうのがあるんですよね。高橋経済特区の場面ですが、スプリンクラーが右下にちょっと見えます。その後に初動の動きがフロデコとイグザミナー北斎が左から攻めているっていう流れになりますね。で、残りのオレンジチームに関してはトライストリンガーコラボなので、右側の攻めを考えると初動スプリンクラーの設置はありえます。で、インクゲージもスプリンクラーくらいの戦位置なので、ほぼほぼ確定なのかなと思っていますね。ただ初動の動き的に北斎も右側に移動しているので、もしかしたら違うサブかもしれないなという期待もあります。続いてはスペシャルですが、ほぼデコイチラシで確定でいいと思います。これは画面上のイカランプとスペシャルの発動で確認が取れました。こちらのシーンですが、イカランプのスペシャルが溜まっているのはトライストリンガーコラボのみとなっています。そしてデコイチラシを投げることができないため、この位置で設置できるのは顔を出したトライストリンガーコラボのみです。この状況での発動を考えると、ほぼ確定と言ってもいいのかなと思います。まさかのデコイチラシでしたね。最近トラストの強化と合わせてデコイチラシとスプリンクラーの強化が来ていたので、伏線だったのかなと思います。ではこのスペサブがトライストリンガーコラボの相棒になる可能性がありますので、トラスト目線で攻め方を考えてみたいと思います。トライストリンガーコラボの攻撃方法ですが、基本的にはメインでの攻撃が多くなるのかと思います。そこにスペシャルとサブの性能を合わせると、塗りに特化した構成になったと思いますね。トラストはスペサブどちらも塗りはできないので、メインで頑張る必要がありました。またもう一つの違いとしては、強制的な引きをさせることができなくなるという点ですね。これは矢倉や矛といった相手を強制的に止めるという攻め方ができなくなってしまいます。矢倉や矛での使用するなら、メインを相当頑張る必要があるように感じますね。ではサブスペそれぞれで考えてみたいと思います。まずスプリンクラーですが、ポイズンと同じ設置型ですが、塗りやクリアリングなどの活用が増えると思います。塗りについてですが、広く足場を取られた時などに反対側に分かれて塗ることは可能となります。これができると2箇所で塗りが可能となるため、スペの溜まり具合によっては大きく影響を与えてくれると思います。意外とスペシャルの回転効率が良くなって鬱陶しい武器になるのかなと思っていますね。またクリアリングについてですが、設置をしておくだけで相手の足場を取ることができるのと、壊した相手の特定ができるっていうところがあります。破壊される可能性はありますが、ポイズンの音を使ったクリアリングとは違った方法が取れるっていうところですね。あとは高所において塗りをしてもらうとか、スプリンクラーを足元に置いて縦にするとか、ホコバリアの補助とか、こういったことにも使えると思います。ポイズンとは違った覚え方が必要なのかなと思いますね。続いてはデコイチラシですが、設置の仕方で化けるスペシャルだなと思っています。というのも、公営実装っていうのが初なんですよね。まずデコイチラシの特徴ですが、射程はスペシャルの中でも長射程となっているので、リッターの攻撃を避けて発動ができます。これによりメガホンと同じように安全圏から攻撃が可能となるわけですね。またメガホンと違ったところとしては、依存が敵ではなく足場になったっていう点です。
しかも濡れます。メガホンに関しては矢倉や光栄といったその場所から退ける強さっていうのはありました。ですがデコイチラシの場合は場所を取るという動きになりますので壊す時間が発生します。壊さなければ足場が取れて一気に攻めれますし、壊せばメインで邪魔をすることが可能となります。さらにトラストのメインとダメージ相性が良くなっているのも特徴です。デコイチラシのダメージは近距離で70、爆風で35となってます。これをトラストのメインと合わせてみるとトラストの爆風は30になりました。でフルチャの方は2発で70となってます。実はこの組み合わせうまいこと当てると倒せるんですよね。まあ、使い方によってはメインと挟み撃ちができます。これはメガホンと同じような感じですね。で挟み撃ちというところなんですが射程の関係も実は面白いです。でどう面白いのかっていうところなんですけど、スペシャルを敵の後ろに置くことでタイルを防ぎつつメインで挟めるっていうことができるんですよね。これはハイドラなどと似たようなスペシャルとメインの攻め方ができるんですが、ナイス玉を投げて手前に残した相手に対してメインを当てるっていう方法が取れます。まあ、これがトラストでもできるようになったというところですね。しかもいいところとしてはトラストの方がチャージが早いのでテンポがいいんですよ。発動までの時間も短い上にメインを打つことが早いので挟み込みとしてはかなり性能が高いかなと思います。あとはスペシャルの性能とメインの射程がうまくバランスが取れているので使い方によっては本当化けるのかなと思いますね。また縄張りなどであれば最後の10秒で押し込みの塗りができるっていうのは無印とは違った活用法になります。縄張り、まあ、甲子園とかでももしかしたら活躍するチームっていうのは出るかもしれないですね。最後にですがギアの考察に行きたいと思います。個人的にはメインで立ち回ることは変わらなそうなのでスペシャルを活かす方法で組んでいます。1つ目はスペ増とスペ強化を 1.2 ずつ採用したギアですね。デコイチラシとメインで挟めるように一足も採用してます。スペ強化を 1.2 で止めてる理由としては2を積んでもあれなんですよね、スペ強化って最大で積んでも 1.2 倍ぐらいにしかならないんですよ。実はそんなに影響が大きくないので、まあ、1.2 ぐらいあれば隙間埋めれるかなっていうのでこれぐらい採用してます。でこれによってスペシャルを使った後にメインで詰めながら対面が可能になるかなと思います。不足の恩恵ですね。でただインクの持ちが気になるとこなのでインク回復を積んだりもしてます。スプリンクラー投げてその後攻撃回数が少ないとかもありえますからね。で思ったよりも効率が悪いなら不足をインク効率に変えるのもありだなと思ってます。2つ目はラスパを採用した場合です。メインで攻めることが変わらないことと中盤の盤面管理負担を減らすためです。防衛時にスプリンクラーでの守りは弱い部分があるためメインに頼るっていうのは変わらないんですよね。この場面を想定したギア構成となります。ただインク持ちがいい分1つ目よりも塗りを中心に動けるのでこれもこれでありだなと思いますね。でトラストのギアをそのまま使おうかなとか実は思っていたんですがデコイチラシの脅威を上げるためにはスペ強化を乗せた方がいいのかなっていうふうに思ってます。ただ塗りの強さがどれぐらい変わるのかによってギアは大きく変わるのかなと思いますので参考程度というところで見てもらえるといいかと思います。はい、ということで今回ここまでとなります。トライストリンガーコラボついに来たスペサブ予想とギア考察はいかがでしたでしょうか。もうすぐスプラス3も発売で1年ですがここに来てトライストリンガーコラボの登場ですね。早く使ってみたいという気持ちはありますがどれくらい使い勝手がいいのかっていうのも同時に気になります。また今回はあくまで現時点での予想となりますのでその点は注意してください。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。